昨日 WBC 観戦に行ったところ、アマプラに抜かれた比較です。 VIP さん、席近いなら言ってよ。ちょっと興奮冷めやらないので、本日はジャパンユニフォームで動画撮影していきたいなと思います。3月13日月曜日、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画一本下ろしていきたいなと思います。この動画見ていただければ、更新内容や木曜日までにやるべきことすべてわかるようになってますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になるなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。日本勝つぞ。ということで、早速ですね、本題に行きたいなと思うんですけど、今週はですね、ガチャ更新以外の内容は何もなかった。特にありませんでしたので、ガチャのお話からしていきましょう。で、今後のガチャに関してなんですけど、木曜日からはおそらくショータイムのモメンタムドリブルが来ると思いますね。PV の順番的にフォートレスの次はモメンタムドリブルが来ると思うんですけど、そうなるとですよ、皆さん。三笘さんの登場が濃厚なんですよね。いや、めちゃめちゃ楽しみ。木曜日が楽しみすぎて夜しか眠れません。健康やん。で、そうだ、一個すごく大事なのが、皆さん指名契約しっかり取りましたでしょうか。この2つの指名契約、残り2日と19時間、つまり木曜日の11時にはなくなってしまいますので、まだ取ってない方は今のうちに取っておきましょう。おすすめ選手もね、以前の動画で紹介してますので、まだ見てない方は概要欄からぜひチェックしてみてください。あとは指名契約だけではなくて、マッチパスなんかも木曜日に更新されますので、無課金の方は最低でも50試合はぜひマッチパス進めていただきたいなと思ってますね。まあ、あとは指名契約の期限から、こっからですね、期限が確認できて、お、待って、今日なくなるじゃん。こんな感じでなくなる指名契約がある方は、ただなくすのではなくて、交換してから売却した方が効率間違いなくいいので、この辺りも無駄のないようにしてあげてください。まあ、意外とですね、こういう更新のタイミングって忘れがちですから、今後もしっかり動画でお伝えしていきます。てか、今週木曜のアップデートめっちゃ熱いね。新たな指名契約来て、週刊 FP も来て、さらに三笘さんのショータイムも来ると、おらワクワクすっぞ。ちなみに指名契約に関しては、僕ね、チャンピオンズリーグの指名契約来るんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、以前ね、一回来たこともありましたけど、ちょうど今チャンピオンズリーグの試合が激アツなので、僕はこの指名契約が来るんじゃないかなって予想してますね。当たったら褒めてください。で、今日から登場してる月曜日の CS ガチャに関してなんですけど、見事予想当たってクラシコガチャやってまいりました。まあ、さすがにですね、ローマダービーとのダブル搭載までは予想できなかったですけど、とりあえずクラシコの予想を当てられたのは嬉しかったですね。ちなみに来週に関しては目星いダービーガチャはないので、おそらく月曜日のガチャは先週のアヤックスみたいな感じで、どっかのクラブガチャが来るんじゃないかなって予想してますね。ではここからは今週のガチャについて見ていきましょうか。まずはこちら、ローマダービーガチャやってまいりましたね。ローマとラツィオから4人ずつの搭載となりました。そして今回のバグ強化はこちら、ミリンコビッチ・サビッチ選手でございます。めちゃめちゃ強化されてますね。超大型の2列目なので、結構好き嫌いは分かれる印象ですけど、ハマればかなり強い選手だと思ってますね。まあ、もう一つのクラシックガチャが豪華すぎるんですけど、普通にこっちも悪くはないですよね。ディバラのアイコンかっこよすぎだろう。まあ、とはいえこのガチャに関してはそこまで無理せず、特別欲しい選手がいれば引く感じでいいかな。レベマ比較も投稿予定なので、そのあたりも見た上で最終判断してみてください。さあ、そして今週はこちら、もう一個のでしょう、クラシコダービーガチャやってまいりました。これはめちゃめちゃいいガチャですね。だって見てください、このメンツ、ハズレいなくないっすか。誰が当たっても当たりのガチャってなかなかないので、このガチャに関しては無課金でも引いていいガチャだと思ってますね。で、実はこのガチャってレベル上限が通常よりも高いバグ強化枠がいないガチャになってるんですけど、強化度で言うとバルベルデがかなりいい感じですね。バグ強化まではいかないですけど、強化度で言えばこのガチャナンバーワンなんじゃないかなって思ってますね。僕も CL 週間のバルベルデ持ってますけど、これはちょっとかぶってもいいから欲しいですね。そしてもう一つの注目はセンターバック2人組、アラウホ、そしてリュディガー、どっちも大当たりですよね。まあ、リュディガーに関しては指名契約持ってるかどうかっていうのが大きな鍵になってるんですけど、ワールドカップの時期から始めた方とかは持ってない方も多いと思いますので、そういう方、初ゲットの方には間違いなく大当たりだと思ってますね。まあ、ベンゼマに関してもパック版持ってる方多いとはいえ、能力かなり優秀ですし、レバンドブスキ、テアシュテーゲン、ファティ、ホドリゴ、豪華すぎでしょう。
あと地味にね、僕いいなって思ったのが、今回全員レアリティが星5なんですよね。これ何がいいかって、4月のアップデート以降、星5のハイライトとかレジェンダリーを売却すると契約更新がもらえるようになるんですよね。まあ詳しくは木曜日の動画を見てほしいんですけど、これがあるので全員星5って地味に嬉しいんですよね。もしですね、過去版との被りでいらなかったりとか使わない選手が出たとしても、4月のアップデートが来てから売却した方が効率がいいので、そこまでは売却せずに持っておいてください。まあこの辺りを総合的に考えると、結論相当いいガチャだと思ってますね。ただ一応マイナスポイントもこんな感じでありますので、そこも踏まえて引くべきかどうかっていうのをしっかり考えてみてください。まああとは正直クラシコいいガチャですけど、僕は木曜日まで待つのはおすすめしたいですかね。まあそれこそさっき言ったようにチャンピオンズリーグの指名契約とかでレアルマドリードの選手が出てくる可能性もありますし、週刊とかもろもろがっつり今週木曜日更新きますので、そっちを見てからの判断の方が無課金の方にはいいんじゃないかなって思ってますね。ちなみに今週の週刊とどっちがおすすめかって言われると手持ち次第ですけど、全員初ゲットならクラシコガチャの方がいいと思いますので、今出てるガチャの優先度で言うとクラシコ、週刊、ローマ、この順番でいいんじゃないかなって思ってますね。ということで引きましょうか。じゃあまずはローマダービーの方を1回引いて、一発でセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチを出してクラシコの方に望みをつないでいきましょう。ちょっと待って、やべえ、待って待って、実写出し忘れた、ちょっと待って。はい、こんにちは、こんにちは。ちょっと焦ったけど、ここで出てくる比較、ちょっと待って、ちょっと髪型を整えてと。さあガチャは引かれている、サイは投げられている、セリア星5来た、待って、セルゲイ、セルゲイ21来た、嘘、17列車と。これはインモビレですね。はい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 、インモビレといえばメッスさんのあの企画思い出しますね。うん、アイコンはマジでかっけー。さあということで、こっからクラシコガチャいきましょうか。で、僕の中の狙いで言うと、レバンドブスケ、ルディガー、ホドリゴあたりは全員過去版で優秀なもの持ってるのでそんな惜しくなくて、ファティ、アラウホ、バルベルデ、このあたりが狙いですかね。さあやっていきましょう。まあまあまあ、先週ねちょっとデパイ当てられなくてでかいって感じでしたけど、今回は間違いなく神引きできるでしょう。昨日ね、大谷くんのホームランも生で見てきたから、その興奮をここでぶつけていきましょう。さあ1回目、来た、待って、はい、これはなんでいきなりかぶんの。もう指名契約の方持ってんだから、もうあの走り方で逃げるぞ。いや、ルディガー初ゲットならめちゃめちゃ当たりなんだけど、いや、ルディガーはね、マジでお世話になってるし、ライブアップデートがめっちゃいいんで、初ゲットならいいんだけど、持ってんのよ、指名契約のやつ。さあ、2回目いきましょうか。まあ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 、半分ぐらいはね、当たりで半分ぐらいは被りなので、こういうこともあるでしょう。2回目は狙いの選手当てちゃいますよ。いや、てか昨日マジですごかったな。もうね、いろいろ話したいことあるんですけど、ヌートバー選手のファンになっちゃった。だって僕に向かって手振ってくれてたもん。はい、ということで、さあ、お、待って、バルさん。え、来た、これさ、アラホじゃない、アラホだよね。オッケー、さあ、アラホゲットしていく。これめっちゃ嬉しいわ。初ゲットだし、能力かなりいいんで、まあ、僕はね、ユリガーの方は指名契約持ってるので、アラウホめっちゃ嬉しい。サキュー！さあ、まさかまさかのセンターバック2枚抜きでございます。これ激アツだね。じゃあもう最後、バルベルデ行くしかないでしょう。一番当たりのバルベルデを打ち抜いて、気持ちよくガチャ終わっていきましょう。さあ、この後、ウーバーイーツが1分後に届く予定なので、そういったところでも早めに引いていかないといけない。さあ、来るよ。一発目、頼む頼む頼む。バルベルデ、バルベルデ、CL 持ってるけどバルベルデ。はい。さあ、どうだ、来る。まず、レアル、バルサ、どっちかよ。さあ、今1回ずつ出てるが、さあ、どっち、あ、レアル、おっと、はい、ホドリゴ持ってる、3分の2比較、